ここのねガソリンスタンドはこういうタオルがあったんで、こういう形でねやらないと、慣れても 90% ぐらいの確率で溢れます。ほらほら、もうほぼ溢れかけ。でここから、ああ危ない危ない危ない、これね超満タンにしようとする性格なんですね、常に。これが溢れる元ということで、今からね帰り道走っていきたいと思います。今ねガソリン入れるとこ見てもらったんですが、このベスパ GTS のね僕の好きなところ、一つ言わせてください。排気音がめっちゃ静かなところ。よいしょ、こんな感じなんですよ。マフラー変えてる方もいたりね、様々なマフラーが出てるんですけども、アクラポとかね、僕はこの純正のマフラーの音が大好きなんですね。では走っていきたいと思います。今日はですね、バイクを買うときは新車で買う派、もしくは中古派っていうね、お話なんですね。で皆さんはねどちらでしょうか。僕自身はですね中古派ですね。今まで買ったバイク、圧倒的に中古車を買うことが多いんですね。最近で新車を買ったといえば、2012年にこのベスパ GTS ね、以前に乗ってたやつを新車で買いました。約75万円。その前に川崎の 250TR、 これも新車で買いました。その前はかなり遡って33歳の時、だから19年前にベスパ PX を新車で買いました。その3台以外かなりの台数乗ってるんですけども、全て中古です。で今乗ってるこのベスパ GTS は5500キロの中古車なんですね。ただしまあこれに関しては買ったお店もよく知ってるお店やし、乗ってたやつもよく知ってる後輩ということで、あと走ってみた感じがねものすごくね程度がいいんで、もう僕の中ではほぼ新車という位置づけになってますね。8年落ちですけどね。そんな今までのねバイク歴なんですけども、中古が好きっていうわけではないんですが、僕の場合自分の小遣いの範疇でねバイクのやりくりをねしてますんで、なかなか欲しいバイクを新車で買えるだけの財力がないというのが一番大きな理由で、まあ、中古を選んでるということなんですが、ただね中古車を探すのも結構面白かったり、中古車のメリットっていうのもあるんですね。で僕自身ですねバイクに乗る距離がね結構多い方だと思うんですね。年間に多分ね年によりますけども2万キロ以上は毎年乗ってると思うんですね。2万キロで一つのバイクじゃなくて、まあ、複数所有しているので、そのトータルで2万キロ以上乗ると。で、昔ねある人から聞いた話なんですが、まあ、車で換算するとその3倍ぐらい乗ってるっていう計算になるなと。何を根拠にねそうなるかは知らないんですけども、まあそういうことを、聞いたことがあって、実際エンジンそのものの寿命でねそういったデータが、まあ、あるのかどうかは分かりませんが、まあ、体感的にもですね、例えばバイクの中古車の2万キロ走行したやつっていうと、感覚的に車で言ったらね5、6万キロかなっていうね、まあ、そんな感じがもう染みついてるというところなんですね。だから、1万キロ台やったら車で言うとねだいたい3万キロ、そんな感覚でまあやってきてるんですね。で当然ねパリッとした新車が気持ちいいに決まってるんですけども、自分自身のね走る距離とかね、あと保管状況とかね、いろいろ考えるとね、新車を買ってもものすごいスピードでねやれていくというか、傷んでいくというかね、まあ、傷んではいかない、大事にはしてるんですけども、やっぱりどんどん汚れていく、要は洗車するよりね乗ってることの方が多いっていう感じなんですね。自分の中ではそれでもね極力ね洗車とか自分でできるメンテっていうのはまあやってるつもりなんですが、それでもね新車で買ったねベスパ GTS 1年後にはかなりねいい感じにやれてたっていう TR もそうですけどね。だから新車買っても俺の場合ねあまり意味ないのかなって自分で思い込んでる部分があってですね、中古車を積極的に選んでると。であとはですねバイクの場合、転倒した場合思いっきり傷つくじゃないですか。で思いっきり傷ついたとしても保険では治らないですよね。バイクの車両保険入ってる人なんか稀やと思うんですけども、基本こけたら実費という世界だと思うんですね。だからいつね自分が転倒してね
バイクを思いっきり傷つけるかわからないという時にね、新車でこけた時のショックってやっぱ大きいと思うんですね。中古ならいいというわけでも決してないんですが、そういう部分でもですね、自分の心のケアみたいなね、いう意味で、まあ中古車なんで傷ついてもまた修理したらいいやというね、割り切れると思うんですけども、新車だったら傷物になってしまったみたいな、そういう感じになるのが中古車だと避けれるというね、ことなんですよ。で、例えば僕がこの間まで乗ってたあのアグスタのドラッグスターだったら、タンクがねこうガッと張り出してるんですね。で、こけたらこのタンクの可動絶対ガリッといってしまうんですね。で、これガリッといった時に修理できる程度のガリだったらいいんですけど、がっつりガリッといってしまうと、これタンクの交換に基本になるらしいんですね。で、あのドラッグスターのタンク部品として取り寄せて修理したらタンクだけで30万だそうなんですね。で、当然タンクの可動いってるっていうことは、ハンドルのねエンドについてるミラーもガリッといきますし、ステップもガリッといきますし、それが右側だったらマフラーもガリッといきますし、だからね、一こけ50万ぐらいかなっていう感じなんですね。ただの立ちこけやったらそこまでいかんかもしれんけど、そんなバイクなんですよ。ガバッと回して面白いねドラッグスターをこかさないためにそろっと乗るのもね、なんかちょっとこう寂しいなっていうのもあって、中古車でもね、あ、ドラッグスターは絶対こかしたらあかんなっていうね、気になったっていうのもあるんですけども、そんなんもあってね、中古だと心の切り替えができるかなというのもあって、まあどっちかというと中古派みたいなねとこなんですね。ただ今までね、数少ないですけども、新車を買った時の喜びは、あのゼロからスタートできる喜び、このバイクを自分色に染めていくぞと、自分の癖をつけてやるみたいなね、そういう喜びはやっぱり新車の方が圧倒的に多いですし、まあ何とも言えないとこなんですけども、皆さんはですね、バイクを選ぶ時に、そういった新車中古車のこだわりはあるでしょうかっていうところなんですね。まあこれはね、小遣いが少ない人間のちょっとしたね、寂しい独り言的なねお話になりましたけども、ただこう言ってる僕にもね目標がありまして、何度かね話題に出してる上がりのバイクですね、人生最後のバイク、いくつか候補あります。今僕の中の候補のね筆頭が元グッチのルマン850なんですね。それともう一つはね、今乗ってるベスパ PX125、これにですねサイドカーをつけるっていうね、この2台持ちっていうのが僕の将来の目標なんですね。で、普段走るときはだいたいこのベスパ PX ですね。で、荷物とかね、そういったものをサイドカーにバーンって乗せたりね、あと僕が飼ってるねワンコちゃんをねサイドカーに乗せたりしながら散歩する。で、たまにねバイク友達とツーリングに行こうかってなったときはルマンを出動させてね遊びに行くというね、まあ、こういったね将来の夢というかねあるんですね。で、現実的に言うとね、こういったルマンとかベスパ PX っていうともう超アナログなバイクでね、ほとんどの修理とかね、そういったことを自分でできるようになりたいと。だからバイク屋さんの手を借りずに自分で何でもやれる、タイヤ交換まで自分でやったり、バルブクリアランスの調整も自分でやったり、そういったことができるようになる、まあ、そうすることで格段に維持費を抑えながらね長く楽しめるんちゃうかな。で、僕がね、いつか寿命を全うした時にはね、今全くバイクに興味のないね息子がこの2台のバイク、親父のまあ大事にしてたバイクやなっつってね、なんか変な形してるけどどんなバイクやろって言ってね調べてみたら、これめちゃくちゃかっこええやん、ちょっと俺も大型免許取ってこれ乗ってみようみたいなね、そんなことをね思い描いております。今息子はね中型免許は持ってますけどね、バイクを運転することに全く興味がない。この GTS やったら乗ってみようかなってこの間言ってましたけどね、一時期ねシルクロードに乗ってみたい言うてね共同で買ったんですけども、まあ、結局ね全く乗りませんでしたね。ただね、興味ない息子にね乗れ乗れってさすがに僕も言えないんでね、いつかね周りの友達の影響とかね、そういったものでバイクに興味持ってくれたら嬉しいなと。ただね、やっぱりね事故は怖いなって自分はね何とも思わんだけどね、息子がバイクに乗ったらやっぱりその辺心配かなって思うんですね。まあ勝手な話ですけども、まあそんな感じで、今日の話超雑談でしたけども、あなたは新車派ですか中古車派ですかというところをですね、またコメント欄に教えていただけたら幸いかと思います。ということで今日も最後までお付き合いしていただきありがとうございました。バイバイ。